小針ちいこは、日本の合唱指揮者。福島県石川町出身。大学では声楽を専攻し、卒業後、福島県の音楽家教諭として教壇に立つ。2003年4月、郡山市立郡山第二中学校に赴任。同校合唱部を指揮、指導し、全日本合唱コンクール全国大会、中学校部門混成合唱の部において、 同年から6年連続で金賞及および、最高賞たる文部大臣奨励賞を合わせて受賞。NHK 全国学校音楽コンクール全国大会においても2008、9年の2年連続で金賞を受賞。声楽アンサンブルコンテスト全国大会において2009、10年の2年連続で本選第1位を受賞。2010年4月、 郡山市立郡山第五中学校に赴任。同校合唱部を指揮、指導し、全日本合唱コンクール全国大会、中学校部門混成合唱の部、同性合唱の部の両部門において2013年から4年連続で、金賞及び最高賞たる文部大臣奨励賞を合わせて受賞。声楽アンサンブルコンテスト全国大会において4度で、本選第1位を受賞。 NHK 全国学校音楽コンクールにおいても全国大会出場に導く。2018年度の卒業式では、仰げば、唐都市をアカペラで合唱を生徒たちと奏でた。2019年4月、郡山市立郡山第一中学校に赴任。同校合唱部を指揮、指導している。現在、郡山市立郡山第一中学校教諭。 福島県合唱連盟副理事長、全日本合唱連盟のワークショップや、ソウルで開催された世界合唱シンポジウムで講師を務めた。小針の音楽の原点は、小中学生時代に学校の管弦楽部に所属し、同部が合唱も掛け持ちしていたことに遡る。初めて合唱に出会う生徒たちに歌ってほしい曲、歌いながら心を揺さぶられるような美しい、 メロディーラインを持つ曲が私の選曲の中心になっているとして、選曲は、ビバルリ、モーツァルト、プーランク、ラインベルガー等、バロック後期、古典派からロマン派の楽曲を得意とし、現代曲が圧倒的多数である中学が唱会とは一線を隠している。またこれまでの不妊校には、合唱部の他に、管弦学部がある学校が過半であったことから、 各コンクールにも還元学を伴う演奏で臨むことが少なくない。こうした姿勢は初期の頃から徹底していて、1992年の全日本合唱コンクール全国大会で白川市立白川中央中学校合唱部を指揮して初出場した時の自由曲は、ビバルディ、グロリア、1994年に同校で出場した際は、モーツァルト、ミサブレビスであり、いずれも、 原楽伴奏で臨み、94年には金賞を受賞している。合唱王国を辞任する福島県においても代表的な指導者であり、合唱指揮者の辻秀幸は小針を、彼女は東北の合唱文化の流れの中で自然に育まれた理想的な一合唱指導者であり、彼女の注意、指示の一つ一つは、彼女の音楽人生で自身が築いてきたことばかりなんだろうと思います。 だから説得力に富み、嘘がないのですと評する。小針の指導は、限界ラインを引かず、子供たちの可能性を引き出したいとして、決して妥協を許さない、指導法で知られ、まさに合唱専門ックと、辻は例えている。ありがとうございます。